にちは。OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。いつもありがとうございます。5月の配信半大です。さて、今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けいたします。引き続き、ベイスターズ一筋16年、先日引退を発表されました石川武博さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いろいろ伺っておりますが、今回はですね、2012年からベイスターズ DeNA ベイスターズになりました、はい。石川さんは DeNA 初代主将を務められたんですよ ね、はい、就任されましたが、これ監督からの要請ではなかったですか？そうですね、うん、僕に限っては、はい、選手間からの推薦、推薦というか、はい、こいつにやらせようみたいな感じだったので、はい、こうどのあたりの選手がこう湧き立ってこられたんですか？ですね、まあ、当時選手会長の新沼慎二さん、はい、あとは森本ひちょりさん、お渡辺直人さん、はい、中村典弘さん、はい、金城達彦さん、おもうそうそうたるそうそうたるメンバーで、はい、キャンプ、春のキャンプ、はい、春のキャンプはまだキャプテン決まってなかったんですよ、うんうん、で春のキャンプ中に、うん、決まったんですけど、うん、もう1週間、はい、三者面談ですよ。お先輩方と。そうです。まあ、新沼慎二さんの選手会長だったので、もう新沼慎二さんの部屋でやってたんですよ。で新沼慎二さんと、はい、僕と森本ひちょりさんとか、はい、新沼慎二さんと中村典弘さんと僕と。なるほど。でそれがもうずっと続いてたんです。日替わりで1週間もう諭されて、諭されるっていうよりは、うん、でも本当に1週間で断り続けてたんですよ、ね、もうキャプテンタイプじゃないですよ、どう考えても。あ、そうですか、はい、いやもっと敵にいるでしょう、もっとしっかりした人いるんじゃないですかみたいなでも皆さんはこう説得をされるわけですね、はい、石川さんに、まあまあ、どっちかといったらしっかりしてるというよりは、はい、お前が もっとちゃんとチームをまとめていったら強くなっていくぞみたいな、多分ニュアンスだと思うんですけど。あ、では石川選手のことも考えられた上での説得、はい、ね、もっとチームも良くなるし、ええ、お前と共に成長していくんじゃないかみたいな。なるほど。あ、はい、じゃあそのまあ受けようかなと思われた決め手は何だったんですか？すごい選手たちがそんなに言っていただいてたし、はいはい、まあ、熱意っていうか、うん、そういうのに負けた感はあります。なるほど。あ、押されちゃいますよね。もうみんなね、真剣に話していただいたんで、はい、まあ、やるからには、まあ、僕もちゃんと熱意を持ってやらなきゃなっていうのをすごい感じてました。うん、こう決意を新たにというところで、ね、はあ、まあ、でもサポートは俺らがするから任せろみたいな感じですごい言っていただいてたんで、そこはもうすごい頼もしかったです、はい、いい関係性ですね。その、まあ、初代首相になられて、石川さんの中でこの首相像というのはどういうふうに描いてらしたんですか？いやもう首相像とかっていうのも全く分かんなくて、うん、どうしていこうかな、こういう人になりたいとかっていうのも全くなかったんですけど、はい、うん、口がうまい方じゃなかったので、うん、やっぱりついてきてもらいたいと思えるような、 あいつ頑張ってるから俺も頑張んなきゃって思ってもらえるような人にはなりたいなと思ってたんですけど、まあ、やっぱり当時25歳で、まあ、まだ若かったんで、まあ、注意されることもありましたし、まあ、そういう中で少しずつこう自分も成長していけたし、その、まあ、すごいフォローしてもらいながらですけど、すごい自分がそうなりたいなって思うキャプテンになんか近づけたんじゃないかなっていうのは多少なりともはありましたけど、背中でですとかこう態度で。
そうですね、示していこうかなと。まあ、若い時はね、はい、ちょっと生意気なとこもあったと思うんですけど。おー、そうですか。はい、まあ、うん、もうだから試合終わってバスで、遠征の時はバスでみんなで帰るじゃないですか。その時とかもう本当に今日の反省会みたいなの。へー、車内で。車内、一番後ろの方の席で、おー、あの新沼さんと、はい、渡辺直人さんと森本ひとりさんと4人で、いやお前今日ここダメだったとか、いやでもこのまま頑張ってこうみたいな、今日こういうとこが良かったからみたいな、このまま頑張ってこうみたいなのをすごいあのしていただいて、まあ、すごい勉強になりました。ものすごいフォローアップ体制ですね。もうすごいフォローアップ、はい、体制してもらってたんで、じゃあまあこう盛り上げて盛り立てていただきながらのこう、そうね、首相も務めて行かれたというような感じですかね。はい、かすごいいろんな人に助けていただいて、まあ、その首相となるとあの監督とのこうコミュニケーションというのも増えるのかなと想像するんですが。そうですね、はい、あのよくね新聞にも載りましたしね、はい、無期限ファームっていうのもありましたけどね。まあ、当時の監督がね、いろいろな取り沙汰されがちかもしれませんが、中畑清さんですね、はい、ありましたね。でも後にも先にもやっぱり あれだけ監督と喋ったっていうのはもう中畑さんだけなんで、まあ、よく衝突って、まあ、今ではねあのもう笑い話としてこうさせていただきますけど、はい、まあ衝突って、まあ、まあ言葉だけね、はい、あれしたらあんまり良くないですけど、でも本当に、まあ、よく球場とかで、うん、まあ、中畑さんとも会います、会ったり喋ったりしますけど、はい、まあ、でもそれだけ、今でもいい関係ですし、あの引退の時も、ね、あのちゃんと挨拶しましたし、それだけチームのことに関してすごい熱く語ったのも、あ、中畑さんぐらいなので、そういう面では本当に本心というか、はいはい、を多分話せた、まあ、もちろん僕もキャプテンだったんで、はい、やっぱチームのことをそれだけ思ってましたし、はい、でも中畑さんは、まあ、それで向こうもちゃんと真剣に向き合ってくれてたんで、うん、まあありがたかったですね。ただ別にあのやっぱ新聞とかですごい書かれてるんですけど、なんかね、こう叱責されただとか、なんか演じに入らないとか、ああありましたね、あったんですけど、はい、入んないわけないじゃないですかみたいな、なんかね、それは思いましたね。ベンチから出ていかないみたいな、ベンチから出ていかない、いやいやそんなことないですよ、ね、そんなことはない、そこはもうすごいね、まあ今だから言えるんですけど、まあ僕もキャプテンで演じの声出しとかもしてたんで、それはないでしょと思って、まあそうですね、でも僕らからは言えないんで、いや出てましたよみたいな言えないじゃないですか、はい、当時は、まあ、だからその当時はすごい言われましたけどね、うん、まあ、そんなことはないんで、うん、本当のこともあるけど、いや本当のじゃないこともあるんで、なるほど、はい、あれはね、それはちょっとお伝えしておきたいですね。そう、お伝えしておきたいです、ね、そうですね、はい、僕もそんなただの悪ガキじゃないよ、はいはいはい、ちゃんとやってましたよ、ね、首相でありますし、はい、そうですよね、もう2012、13、14と3年間勤められて、ね、やらせていただきました。いやでもめちゃめちゃいい経験しましたけど、ね、あのやっぱ野球感も変わりましたし、うーん、あのやっぱ周りを見る力っていうか、はい、そういうのもやっぱり養えたと思うし、ええ、その先輩たちと野球の話をね、やっぱすごいどうやったら勝てるようになるとかっていうのをすごいしたんで、野球の勉強にもなったし、本当に、まあ、人として成長できた3年間でした。伸びしろが多分すごいあったんで、僕の場合他のキャプテンより、はい、だからいやいやすごい、はい、3年間でまたグッと、はい、充実してました、でもそういうこう野球の話ができたりとか意見が交換できたりとかって、その活発だっていうのは非常にいいことですよね、チーム内で。そうですね、うん、でも本当にあんま勝てなかったですけど、どうやったら勝てるんだろうっていうことはよく話してたし、
だからまあ本当だったら別にもう勝ち続けるのが多分一番いいと思うんですけど、うんはい、でもまあ負けはすごい多かったですけど、でもその辛い時期が多かった分、うん、まあ CS 行けるまで強くなって、はい、その時にじゃあ負けてる時、連敗とかあるじゃないですか、はい、そういう時にどうしたらいいんだろうとか、うん、っていうのはやっぱその経験があったからこそそういう打破できる力というか、うんっていうのはすごいあの時にいい経験ではないけど、うん、負けることに関しては、うん、だけどそういう考えたり話し合ったりっていう面ではすごい良かったかなと、うん、無駄になってなかったなって思いました、うんうんうん、そうですよね、はい、この DeNA になってから、まあ、石川選手としては8年目以降ということになりますが、はい、印象深い年というと何年になりますか。印象深い年ですか、うん、でもやっぱりキャプテンやってた3年間うーんもうはすごい、まあ、覚えてるし、はい、あとはあの初めて CS に出た年ですかね、はい、2016年、はい、12年目ですね。もう結構覚えてますかね。どんな景色でしたか CS は。いや本当に12球団でうちだけだったんですよ CS に行ってないのは。あやっと CS に出れてよかったなって思ってたんですけど、はい、やっぱそこで満足しちゃいけないと思ってたし、うん、日本シリーズも出てみたいじゃないですか、うん、嬉しかったけどはそれどころじゃないっていうか、うんうんはい、ファイナル CS のファイナル、はいまあ、東京ドームで、はい、あの時もう本当にビジターかホームかどっちがホームか分からなかった。まあ、東京ドームだったんですけど、もう本当にこんな DeNA ファンいたのかっていうぐらいもう真っ青だったんですよ。だからあの試合は結構印象に残ってます、はい、いやものすごい力になるんでしょうね。いやあれは多分すごかったですね。もうお客さんが入ってない時も知ってるわけじゃないですか僕は。球場に、はい、スタジアムに、はい、だけどその時のことを考えたらすごいなって思いました、ね、もう東京ドームで、はい、あんなに真っ青になるって、もう見たことなかったですよ、ね、あれはまあすごい鳥肌が立ったというか、なんかちょっと異様な雰囲気でした、ね、あそうね、やっぱ特別ですか、はい、あでもその後マツダスタジアムであのフェンス激突のそうね、ファインプレーというのもありましたね。それも2016年の CS ですよね、はい、途中で変わりましたけどね。あ肘当たって、多分手術、うん、クリーニングの手術 したところに多分肘当たったと思うんですよ あのフェンスと、はい、多分それで変わってるんですけど、うん、結局その次の試合で、まあ、負けて、うんまあ、そのシーズン終わっちゃったんですけど、ええまあ、悔しかったですね。結構あれですか石川選手は怪我多い方でしたか。クラッシュ系の怪我が多いです。クラッシュ系、はい、怖い、はい、ぶつかる系っていうかそういうなんかやったら大きいみたいな怪我多いですか。でまあその怪我を押して強行出場みたいなこともまあそうですね、まあ、骨折して出てた時とかもありましたし、うん、でまあ怪我なんて多分誰でもしてると思うんでプロ野球選手だったら、はい、あの満身創痍で多分やってると思うんですよ。ただそれ多分みんな試合に出たら見せてないだけだと思うんで、あんまり、まあ、僕もそんな気にならなかったですけど、はい、まあ、むしろでもその試合に出るということがまあ大切にはなってくるのだと思うので、プロとしてはそうですよ、ね、言わないっていうこともあるんですか。あ、まあ、もちろんあのいけそうだなと思ったら、まあ、治療はいけますけど、はい、まあ、言わないとかは全然ありました、ね、あのコーチだとか監督だとかには、はい、あ、まあ、そうなんですよね。いやでも今はやっぱ、うん、早く治療して早く治した方がいいみたいな考えも多分多くなってきてると思うんですけど、まあ、当時はやっぱり、はい、やっぱ空いたところに、うん、僕らもその若手でそのチャンス掴みたいからっていうのもあったし、はい、まあ、今に比べて昔の選手の方がそういう
思いは強いんじゃないですか。うーん、まあ怪我を早く治して早くした方がいいパフォーマンスで、まあ、できるっていうのも多分すごい、ね、あると思うんですけど、はい、まあ、やっぱりそこで相手誰かがそこで活躍してしまったら、うん、その人がレギュラーになってしまうっていうのも、はい、そうですね、あるし、難しいところですよね。難しいですよね、はい、確かに。でもいろいろまあそういったことを経て16年という、そうですね、16年間、そうですね、はい、まあ、2019年には1000安打達成、はい、うーん、横浜スタジアムです。横浜スタジアムで、あー、ホームでできましたね。いやー、なんか嬉しかったですね。うん、まあ1000本も出ると思ってなかったし、あ、そうですね、1000本長かったけど、まあでもやっぱ、まあ、1本1本の積み重ねだったんで、うん、嬉しかったかな、うん、やっぱで、やっぱ横浜スタジアムで打てたっていうのがすごい、はい、まあ、高校から横浜だったんで、初ヒットも横浜だったし、あ、1000本目も、ね、はい、横浜スタジアムだったんで、素晴らしい、まあ、本当に感謝してます。うん、あのベイスターズというのは石川さんにとってどんな球団でしょう。いや、本当に、まあ、人間、人としてもそうですし、やっぱり、まあ、DeNA に変わってからは、はい、まあ、ファンの人たちもすごい来ていただけるようになったし、うん、やっぱり満員の球場で、まあ、野球ができるっていうことは、まあ、本当に幸せなことだなっていうのを、はい、まあ、改めて感じたなって思いました。うん、まあ、もちろん弱い時から応援していただいてたファンの人もすごいありがたいなっていうのはすごい思ったんですけど、うん、はい、やっぱり本当にあのスタジアムが満員でっていう、うん、当時はもう想像できなかった。だからそういうファンの大切さっていうのも、まあ、今の DeNA になってから再確認させてもらったというか、っていうのはすごい思いました。うん、でもその満員のスタジアムを見るとファンと共にということが、そうですね、あの実感、やっぱ横浜のファンの人は熱狂的な人多いんで、うん、はい、ありがたいです、ありがたい、それはそうですよねありがたいです、うん、それはそうですよね。いや、本当に温かいと思います、はい、うん、ということでですね、あの石川選手の16年というのを、はい、振り返らせていただきましたが、はい、次回もまだまだ伺ってまいりますので、ではチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございますではまた次回も石川さんよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は、新公園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。